皆さんどうもこんにちは。本要約チャンネルのりょうです。本日は今世界中が注目しているウクライナ情勢、そしてそれが投資に与える影響について見ていきたいと思います。投資では特に代表的な米国株価指数である S&P500 とビットコインに焦点を当てますので楽しみにしてください。さて本日ご紹介する内容は以下の3つです。第1章、ウクライナ情勢。第2章、ロシアへの経済制裁とそれによる欧米経済への影響。第3章、 S&P500 とビットコイン投資について。どれもとても大切な内容になっています。ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速参りましょう。第1章、ウクライナ情勢。第1章ではロシアによって侵攻されたウクライナの情勢を分析していきます。テレビや新聞で連日報道されていますが、いまいち分かりにくいところがありませんでしょうか。すべての情報が正確に伝わってきているわけではありませんので、私たちも混乱してしまいます。ここではそんなウクライナ情勢をできる限り分かりやすく解説していきたいと思います。もちろん私が語る内容も十分ではないと思いますが、その点は今後の報道で明らかになってくることもあるかと思います。皆さんもこの機会に自分なりに何が起こっているのかを考えてみてください。まず最初に説明するのはロシアのウクライナ侵攻の背景です。皆さんご存知の通り、2022年2月24日プーチン大統領はウクライナへ侵攻しました。その背景はウクライナが欧州連合 EU や北大西洋条約機構 NATO へ加盟しようとしている動きへロシアが脅威を感じていたということがありました。ロシアというかプーチン大統領が脅威に思っていたわけです。つまりロシアの隣国ウクライナが EU や NATO に加盟してしまうと、ロシアとしても今後やりづらいことがいろいろ出てくるんです。ちょっと昔を振り返ってみましょう。2014年2月にロシアがクリミア半島を併合したのを覚えている人も多いでしょう。ロシアのソチで行われていた冬季オリンピックが終わるや否や、ロシア軍がクリミア半島へ侵攻し併合を果たしたので、突然の出来事に世界は驚きましたよね。これはこの直前の2月22日、ウクライナで起こった政変、つまり親ロシア派であったヤヌコービチ大統領がその地位を追われたことにプーチンが反応して、ロシア系民族の多いクリミア半島の併合を狙ったんです。1991年に独立したウクライナには、当初は民族や言語に関わらずウクライナの地で皆が市民として尊重されるというコンセンサスがあったはずでした。しかし次第に民族主義の色が濃くなっていき、ロシア系の住民が肩身の狭い思いをするようになっていたと言われています。そして2014年の政変がプーチン大統領にロシア系民族が多いクリミア半島を併合する決意、これを決定的なものにしたと考えられます。今回も北京オリンピック終了からパラリンピック開催の間を狙うかのようにウクライナへ侵攻、世界は大きな衝撃を受けました。ウクライナ内でのロシア系民族虐殺やウクライナ政府内のナチス化を阻止するためという目的で、プーチン大統領は自らの行為を正当化して侵攻したんです。最終的な目標は首都キエフにロシアの傀儡政権を樹立することと思われます。ロシア軍の攻撃に逃げ惑うウクライナ市民の姿や、必死で応戦するウクライナ軍、抵抗する市民の姿が連日メディアを通じて報道され、世界はウクライナに同情し応援しています。ロシア内でも突然のプーチン大統領の暴挙に反戦運動も広がっているようです。ウクライナ国内の事情も複雑で、この侵攻があるまでのゼレンスキー大統領政権への支持率はわずかに 10% 程度。国民は様々な不満を抱えていたようです。しかし今回ウクライナに大統領が自ら留まってロシア軍に対し応戦している姿に支持率が上昇しているらしく、今では世界でもヒーローとして扱われています。またウクライナにおけるウクライナ人とロシア系人種との確執もあながち嘘ではなく、
ネオナチの存在も周辺国では知られた事実でもあるそうです。このあたりの事情は単一民族である私たち日本人では理解が難しいかもしれません。またこのあたりの情報は西側メディアと東側メディアで報道されている内容が異なるというところも解釈を難しくしているところだと思います。日本で得られる情報だけでなく、ロシア側の情報なども意識してみると、また見え方が変わってくるでしょう。ぜひテレビニュースだけでなく、いろんなメディアに自分からアクセスして情報収集してみてください。さて、続いてウクライナ侵攻に対する欧米の対応について見ていきましょう。ロシアのウクライナ侵攻は許される行為ではないと G7 主導による経済制裁が発動されています。米軍による武器支援や資金情報提供のおかげでウクライナはロシアに対して善戦しており、おそらく短期決戦で決めるつもりだったプーチン大統領の思惑は今のところは外れているようです。そんな状況に対してプーチン大統領は核兵器使用のポーズも見せており、NATO 軍も手出しの仕方によっては核保有国同士の戦争となるため、今は状況を見守りながら戦略面でのサポートに当たっているようです。いずれにしてもロシア、ウクライナともに一歩も譲歩するつもりはなく、目の離せない緊迫した状況が続いているんです。ここで少し気になったのがアメリカの動きでした。バイデン大統領はウクライナ危機が迫っている時にアメリカ軍を派遣しないという方針を発表しており、これがプーチン大統領のウクライナ侵攻の一つの大きな材料になったのではという指摘があります。つまり世界の警察役を演じていたアメリカ軍が出てこないという状況はロシアにとって都合が良かったんです。しかしバイデン政権の真の目的はロシア軍にウクライナ侵攻をさせてプーチン大統領を窮地に追いやることではなかったのかという見方もあるんです。もしこれが本当であればプーチン大統領はまんまとアメリカの策に乗せられていたことになります。もちろんアメリカでは今年の11月に中間選挙を控えていて、バイデン政権も外交問題であまり軽率な対応はできないでしょうから、ことの真偽はわかりません。国際情勢を理解するのはなかなか難しいですよね。さて、続いて今後のシナリオについて見ていきたいと思います。ロシアとウクライナの代表団は停戦へ向けて3回の交渉に臨んでいますが、ロシアの要求はウクライナの武装解除、非軍事化ですので、外交による解決の見込みは今のところありません。落としどころのない状況下で今後のシナリオを予想するのも難しいですが、以下のように考えられています。まず膠着。ウクライナは米軍などから武器支援を受け、首都キエフを死守して前線することが続いています。その間に欧米による経済制裁がロシアを苦しめ、プーチン大統領も苦境に立たされていますが、経済制裁はロシアにとっては想定内であり、天然ガスビジネスや中国の経済支援により、なんとか経済を維持して膠着状態に陥る可能性があります。その他にもロシア国内での圧力増加が考えられます。プーチン政権は市民によるデモを厳しく取り締まってはいますが、一部の新興財閥や国家議員、大手企業などから停戦を求められているという状況もあります。そのため今後戦争が長引き、国民世論の反感がさらに高まると、クーデターが起こる可能性もないとは言い切れません。暗殺されることはプーチン大統領が最も恐れていることで、万全の対策はされているでしょうけれども、これまで冷酷な姿勢を続けてきたプーチン大統領を憎む勢力も多くあります。ですので予断を許さない状況であることは確かなようです。実際プーチン大統領の首に懸賞金がかけられているようです。そして続いてロシア軍の勝利の可能性も探ってみましょう。ロシア軍の軍事力はまだまだ余力を多く残しています。ウクライナ軍よりもはるかに強力なのは明らかです。アメリカをはじめとする NATO からの武器支援もありますが、プーチン大統領は支援内容によっては NATO の参戦と解釈するという声明もあり、西側も対応が難しい状況になっているようです。そしてそうこうしているうちにウクライナ軍は疲弊の末敗れ、首都キエフにロシアの傀儡政権が誕生する可能性があります。
そして一番考えたくない NATO との戦争へ発展するということについても見ていきましょう。プーチン大統領も避けたいと考えているとは思いますが、最悪の場合、NATO vs ロシアの戦争へ発展する可能性もないとは言えません。その場合は第三次世界大戦を意味し、全世界が被る損害は計り知れません。これは絶対に起きないでいただきたいと思います。さて、以上のことをまとめて第一章のまとめとしておきましょう。ポイント1。プーチン大統領はウクライナが EU や NATO へ加盟しようとしている動きに対し脅威を感じてウクライナへ侵攻した。ポイント2。ロシアのウクライナ侵攻に対して NATO は武器支援や資金援助を行い、また G7 主導でロシアへの経済制裁も実施されている。ポイント3。ウクライナ軍の前線により先が読めない状況が続いている。今後は膠着、ロシア内でのクーデター、ロシア軍の勝利、NATO との開戦などといった可能性があると予想される。第2章、ロシアへの経済制裁とそれによる欧米経済への影響。さて、第2章ではこのプーチン大統領のウクライナ侵攻に対して発動された西側諸国による経済制裁とそれによるロシアへの影響や西側諸国も被ってしまう被害について見ていきましょう。まず、ロシアへの経済制裁の内容について見ていきましょう。軍事的にはロシア軍 vs ウクライナ軍という形をとっていますが、西側諸国によるロシアへの経済制裁も G7 の主導のもとに開始されています。報道されている内容を見ても少し分かりにくい内容もありますので、少し深掘りしてみましょう。まず、国際決済ネットワーク SWIFT からのロシアの一部銀行の排除です。EU をはじめアメリカ、イギリス、日本、カナダはロシアの主な銀行を SWIFT から排除することを決めました。SWIFT というのは聞き慣れないかもしれませんが、国際銀行間の送金や決済を迅速に行うことができるネットワークを提供している国際銀行間通信協会のことで、ベルギーに本部を置いている非営利法人です。このネットワークから排除されるというのは国際的な取引がストップすることを意味します。ですので、海外から資源や外貨を調達するのが非常に困難となり、経済活動が麻痺してしまいます。約300あるロシアの銀行ですが、まずは大手の銀行が対象とされています。続いて、ロシア中央銀行の保有資産凍結が行われています。ロシア中央銀行が各国の中央銀行に預けているドルや円などの外貨を勝手に動かせないようにする措置のことです。ドル、ユーロ、ポンド、円など世界的に流通する国際通貨はほぼ全て G7 が発行していますので、ロシアにとってはルーブルの下落を抑えることができなくなる痛い措置となっています。このような措置はこれまでほとんど聞いたことがないかなり強い制裁となっているようです。続いて、プーチン大統領とロシア外相ら側近の個人資産凍結について見ていきます。アメリカ、EU、イギリスは、プーチン大統領とセルゲイ・ラブロフ外相に資産凍結や渡航禁止といった制裁を科しました。ただ、プーチン大統領は約23兆円にも上る隠し資産があるとも言われており、どこまでこの制裁が通じるかはちょっと未知数です。これが本当であれば、プーチン大統領は世界一の大金持ちと言えます。そして、ビザ、マスターカード、アメックスといった会社がロシアを排除しました。アメリカの大手国際ブランドカード会社3社は、ロシアでの業務を停止することを発表しました。ロシアでは、キャッシュレス比率が6割から7割にも達していますので、一般市民の生活への打撃は大きいと思われます。これにより市民の反感はロシア政府へ向かう可能性があります。以上がロシアへの経済制裁の内容でした。続いて、こういった制裁によってロシアの経済は破綻するのかどうかについても考えていきましょう。ロシアへの経済制裁は経済戦争の布告も意味していまして、ロシア経済を崩壊させることが目的です。国際的に孤立したロシアは大きなピンチに立たされている状況です。また、アメリカや欧州の多くの大手企業もロシアでの販売停止や撤退を決めていまして、市民生活にも大きな影響がすでに出始めています。
今回の制裁によるロシア経済の打撃は GDP がマイナス 20% から 30% になるだろうという予測もあり、クリミア半島侵攻の時のマイナス 2% とは比べようもないほど大きな影響がありそうです。すでにルーブルは3分の1ほど値を下げて1ドル119ルーブルと過去最安値を更新しています。ロシア市民は ATM にルーブルの引き出しのために長蛇の列を作っていますが、引き出すことが難しく資産を凍結されているのではないかという疑いも出始めています。このような状況下ですが、プーチン大統領にとって経済制裁は覚悟の上でウクライナ侵攻を始めたはずです。つまり想定内ということですよね。どういう想定があったかというと、まずはロシアのエネルギー資源です。欧州は天然ガスと原油においてロシアに大きく依存しています。その証拠に最もダメージが大きいはずのスウィフトから排除される対象銀行のリストに、最大手のズベルバンクやエネルギー関連に重要な位置にあるガスプロムバンクは載っていないんです。これは欧州がロシアからのエネルギーの調達に影響が出ないための苦渋の選択であったと思われます。またロシア中央銀行の保有資産凍結にしても、ロシアもクリミア半島併合以来外貨準備金におけるドルの比率を減らし、金や人民元の比率を増やすという対応を取ってきました。そして中国との間の決済システムも構築しており、こういった事態の中でも最低限の経済活動ができるような対策がなされている模様です。したがって経済制裁により大きな影響が出るものの、そう簡単にロシア経済は破綻しない見通しもあるんです。本当にしたたかと言えます。さて続いて欧米への経済的な影響についても見てみましょう。ロシアへの経済制裁を加えることは西側諸国でも痛みが伴うんです。原油価格の高騰はすでに始まっていて、 WTI 原油先物の原油価格は約7年半ぶりに100ドルの大台を超え、3月6日時点で127ドル近くまで値をつけています。 WTI 原油先物は原油価格の代表的な3大指標の一つで、他に北海ブレント原油、ドバイ原油があります。WTI 原油先物は取引量が多く、世界経済の動向分析の際に重要な指標の一つとなっていますので、この高騰による世界経済への影響は大きく、まさに異常事態と言えるんです。もう一つ、VIX という指数を見ていきましょう。株価変動率を表す指標の一つがこの VIX という指数なんですが、別名恐怖指数とも呼ばれています。ちょっとおっかない名前ですよね。VIX はボラティリティインデックスの略で、ボラティリティとは価格変動のことを言う金融用語です。アメリカのシカゴオプション取引所が米国株価指数 S&P500 を元にして算出しているものですが、これが高いほど株式への投資リスクが高まっていることになるんです。それが3月7日現在 36.45 と年初以来倍以上に膨れ上がっています。このようにウクライナでの先行きが全くもって不透明な状況で、原油価格の高騰からインフレの進行が懸念され、株価の暴落もすでに始まっています。3月4日の週末にロシアによるウクライナの原発施設への攻撃というニュースもあり、週明けの7日のニューヨーク株式市場は前週末と比べて 797.42 ドル安で取引を終え、昨年3月下旬以来の安値となってしまいました。欧州の方でも原油価格が1バレル130ドル以上と2008年のピークまで高騰し、2月ですでにユーロ圏消費者物価が 5.8% と過去最高を記録しました。エネルギーの多くをロシアに依存している状況ですので、ロシア側に握られている弱みを縮小するための対策が急がれています。欧州先進国における上位600銘柄で構成される株価指数のストック欧州600も3月7日現在 417.13 となっており、年初から約 15% も下げている状況なんです。さて以上のことを踏まえ第2章をまとめておきましょう。ポイント1、ロシアに対する経済制裁は G7 主導で非常に厳しい形で進められロシア経済を苦しめている。ポイント2、プーチン大統領にとっては経済制裁はある程度想定内で、いくつかの対策もすでになされていたので、ロシア経済の崩壊は何とも言えない状況である。
ポイント3、ロシアへの経済制裁は諸刃の剣で、西側諸国でもインフレの進行、エネルギーコストの高騰、株価の暴落、商品価格の値上がりなど影響も大きくなっている。第3章、S&P500 とビットコイン投資について。さて、これまでウクライナ情勢からロシアへの経済制裁の内容とその影響について見てきました。いよいよ第3章では、このような異常事態の中で今後の株式投資や仮想通貨についてどのように取り組めばいいのか見ていきましょう。特に S&P500 とビットコイン、多くの人が投資しているであろうこの2つに焦点を当てていきます。比較的ボラティリティの緩やかな S&P500 と激しいビットコインという対照的な金融商品がどうなるかというなかなか難しい課題ですが、あなたも私の意見を参考に一緒に考えてみてください。まず最初に説明するのは S&P500 についてです。投資に興味がある方なら S&P500 はよく聞くと思いますが、これは米国の主要企業500社で構成された時価総額の平均値のことを表しています。それら500社だけで米国企業の時価総額の約 80% を占めていますので、まさに米国経済を代表する株価指数と言ってもいいでしょう。さて、現在ウクライナへのロシア侵攻によってまさに世界経済が混迷している中、この S&P500 への投資をどう考えればいいのでしょうか。皆さんも見ている通り、世界中の株価は大きく下落していますし、アメリカの株も例外ではなく全体的に下落しています。ですので S&P500 も大きな影響を受けています。こんなに大きな下げを見るのは初めてだ、どうしようとか、アメリカの株ももう投資対象ではなくなってしまったのかなどと悶々としている人も多いでしょう。逆にこんな時こそ買い場とばかり虎視眈々と底値を探っている方もいらっしゃると思います。しかしここでちょっと考えてみましょう。そもそも S&P500 へ投資するというのはどういうことか。いくら Google や Amazon、Apple といった超優良企業が入っているとはいえ、特定の個別銘柄で勝負するほど大きなリターンは望めません。500銘柄の平均指数ですので、むしろチャートは小さな上下動を繰り返しながら緩やかな上昇を目指す長期投資向けの商品です。今回のウクライナ侵攻で年初から見ると約 12.5% ほど下落しましたが、あのリーマンショックの時は 50% という大きな下落でしたので、今のところ絶望的な数字ではありません。もちろんこれからの展開でどうなるかわかりませんが、今のところまだそこまで焦るような数字じゃないということです。今回の戦争危機と似たケースに、1990年8月にイラクがクウェートに侵攻したことに始まる湾岸戦争がありました。この時はイラクの侵攻直後、株価は垂直に下落。S&P500 の下げ幅は2ヶ月間で 17.6% でした。その後さらに2ヶ月ほど低迷した後、12月に反発。1991年1月17日に多国籍軍がイラク空爆を始めた時、株価は上昇し始めて、2月28日には前年の8月2日と同水準まで戻しています。つまり状況が大きく動き、アメリカも含めた多国籍軍が負けるわけがないという明るい見通しが立つと、株価はポジティブに反応したんです。あの 9.11 のショックの時も同様でした。2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロで株式市場は4日間休場となり、その後取引が始まると株価は真っ逆さまに下落。 S&P500 も 10% ほど下落しました。しかしほぼ1ヶ月で元の水準まで戻し、年末に向けて値を上げる展開となったんです。過去のこのような危機的な状況も回復してきたんです。直近で言うならコロナショックもむしろ株価上昇に貢献したと語る方もいますよね。少し安心できましたでしょうか。さて、このように戦争が株価にもたらす影響はそれほど長期にわたることは少ないのが通例です。ですがいつもこのように早く回復するとは限りません。今回はアメリカがコロナショックによるインフレから立ち直りつつある中で発生したので、原油高などからインフレ率は3月現在 7.5% とさらに悪化しています。
内的要因だけであれば FRB がやるように金利を上げてインフレを抑制し景気改善を図ればいいんですが、戦争といった外的要因が加わるとそれによる物価上昇は戦争をやめない限り収まらないですよね。最悪のシナリオは物価上昇とインフレが同時に起こるスタグフレーションに突入してしまうことです。このスタグフレーションは物価が上がっているのに給料などの収入が上がらない状況です。そうなると消費者マインドは冷え込み、株価も下落していくことでしょう。これが起こるとしばらく厳しい状態が続くと予想されます。大きなスタグフレーションは1970年代の中東戦争に端を発した石油危機の時に発生しています。その時は S&P500 もなんと 46% も下落し、回復までに約15年もかかったことがありました。今とは経済や社会情勢が全く違いますので、あまり参考にはなりませんが、言いたいことは有事の時もアメリカ企業が堅調な限り悲観することはないですが、そういった最悪の事態も考慮して長期で持つ覚悟も必要ですよということです。参考になれば幸いです。さて続いてビットコインについて見ていきましょう。最近再び話題に上ることが多いビットコインですが、これもウクライナ侵攻の影響を受けて下落しています。ビットコインは仮想通貨の元祖ではありますが、それでも歴史が浅いため戦争の時の動きを予測するのは非常に難しいと言えます。今回のロシアのウクライナ侵攻では、いい意味でも悪い意味でもビットコインに注目が集まる場面がありました。いい意味ではウクライナがビットコインで支援を募ったことで、戦時下という困難な状況でも迅速かつ正確に募金を可能としたことです。世界共通の通貨であることもこの動きを簡単にしたのでしょう。悪い意味ではこのウクライナ侵攻に際し、ロシアは経済制裁をあらかじめ想定してビットコインを大量に購入していたと思われる形跡があったことです。つまり仮想通貨が戦争に利用されてしまったんです。また2月27日の欧米の経済制裁発動により、 SWIFT からロシアの大手特定銀行が締め出された直後、ルーブル建てのビットコインの取引量が非常に高くなったというデータもあります。これは資産家をはじめ一般市民も役に立たなくなりそうなルーブルをビットコインに変換したためと思われます。弱い立場の市民の救済という点ではいいかもしれませんが、経済制裁の効果を弱めている点にも注目しておく必要があります。ビットコインは価格変動の激しい通貨ですが、長期的に見れば今のところ上昇傾向にあると言われています。その背景には発行上限が決まっていること、上場投資信託としてもアメリカで商品化されたこと、多くの大手企業が参入してきたことが挙げられます。今回のウクライナ危機でもビットコインが安全で迅速な送金決済手段であり、なおかつコストも非常に安いという特性が証明されました。ただこれを心よく思っていない人たちが増えたというのも事実です。つまりビットコインをはじめとする仮想通貨がこういった戦争の際に資金調達や経済制裁を免れる手段として使われることが新たに発見されたからです。この仮想通貨の存在が戦争を長引かせる要因になるのは間違いないと言えます。実際問題、 G7 や EU はロシア経済制裁の項目にビットコインを中心とした暗号資産取引も対象にすることを検討し始めました。ロシアはビットコインを新たに獲得する手段であるマイニングの規模が世界第3位であり、米ドルと交換することによって外貨獲得の逃げ道となっている可能性が強いです。ですのでそこも立つ必要を感じているんです。またアメリカのバイデン大統領も暗号資産に対する規制強化に乗り出す姿勢を見せており、3月上旬には大統領令として署名する予定だそうです。こういった動きによってビットコインをはじめとした仮想通貨が今後どういう動きになるのかは全く予想できません。もともと中央銀行や管理者がいなくてもお金のやり取りができる分散型の電子通貨として世の中に出てきたはずですが、それが今多くの国において管理されようとしています。そんなことができるのかと思われるかもしれません。また仮想通貨の理念から外れたこの動きに疑問を感じている人も多いでしょう。ですが実際にはできてしまうんです。というかすでに中国では仮想通貨の利用は禁止されていますよね。もし利用しているところが見つかれば刑罰が与えられるんです。デジタル人民元を開発中の中国にとってはビットコインは邪魔者でしかなかったんです。
したがって今ビットコインで投資を始めるというのは少し待った方がいいかもしれません。価格が落ち込んでいる時が買い時というのもありますが、ウクライナ侵攻から始まった世界の経済情勢や仮想通貨に対する主要各国の今後の規制や扱いを慎重に見極めてから参入しても遅くはないんです。仮想通貨全般に言えることですが、世界的に仮想通貨が普及し使われる未来を見据えるのであれば、まだまだ仮想通貨の歴史は始まったばかりと言えます。長い目で見て今から保有するというのもありだと思いますし、慎重に各国の動きを見てから参入するというのもありでしょう。ちなみに私はイーサリアムを中心にいくつか仮想通貨を保有していますので、それは保有し続け、買い増しについては慎重に検討しようと思っています。ぜひ皆さんの現状についてもコメント欄で教えていただけますと幸いです。さて、以上で第3章をまとめておきましょう。ポイント1。S&P500 を始める場合は、最悪の状況を想定した上で、アメリカ経済の今後の動きを見ながら、長期投資のスタンスで取り組みましょう。ポイント2。ビットコインはロシアのウクライナ侵攻の機会を捉えて、各国が規制を検討し始めているので、慎重に検討する必要がある。いかがだったでしょうか。ウクライナの状況はまだまだ変化していくと思いますし、この動画を上げる頃にはすでに戦争が終わっているなんてこともあるかもしれません。ですが、こういった今まで過去から今に向けての状況を一度整理して考え直すということも大切だと思いますので、少しでも参考になれば幸いです。ということで、ここまで長らくご清聴ありがとうございました。ぜひぜひ高評価ボタンだけでもポチッと押していただけますと励みになり、より一層頑張れますのでよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしています。さようなら。